神さん、私を本当の恋人にしてください。いいですね、約束してくれますね。わーい、やったー。それじゃ約束ですよ。大神さん、でこれはどういうことなんですか。あれもこれも大神さんにお話ししようと思ってたのに、なんでだろう。今は大神さんのそばにいられるだけで幸せなんです。なんですか今の音。隠れてるのかと思っちゃいましたよ。